夏のある日、キリギリスが野原でバイオリンを弾いていると、アリたちがゾロゾロと歩いてきた。来たる冬に備えて食べ物を一生懸命運んでいるのだ。イモムシだ。こいつは重い。こっちの風だと思う。ひと苦労だ。キリギリスは話しかけた。楽しい音楽を聴いてくれよ。僕と遊ぼう。Thank you.